すいません、1日のお忙しい時間に。春町の吉住です。ねえねえ、何ほら、今日の、時計のコンディションを昨日アップしてたやつ、ちょっと違うやろって、その、何ツッコミ、これ何が違うと、私。なんで、カレンダー早送りしちゃいけない時間って、本当？いや、で、ごめん。それは私の勝手な見解なのよ。で、それで、その、要は、その、12時から4時の間に、その、時計の針をね、示しておくと、その、結局、動きにくいっていうのは、これ事実なのよ。これ誰と、誰でも説明、そういうふうに受けるもんだから、だから私、そういうふうに勝手に思い込んでるんだけど、違う？だから、ほら、針を下に下げとくと、結局、動きやすいもんだから、私はもうそういうふうにしてるのよね、その、日頃の経験上。単身ね。そっか。分かった分かった。ごめん。じゃあ、この説明ってね、意外と皆さんバラバラなんですよね、実は。あ、そっかそっか。その時計に、そっか。6時でしょ。でしょ？なので、だから要するに針を私は下げるって決めてるわけよ。だから、まあまあだからそこまでひどく間違った説明にはなってないよね。いや、だから、あなたがちょっと違うやろってツッコミがだから、いや、どこを言ってんのかな。え？あの説明では違う。あ、関係ない。あ、そう。いや、私、あれに関係があるのかなと勝手に想像してたんだけど。噛み合ってる時間帯。あ、ちょっと待って。夜、真夜中の12時から4時にも、お昼の12時から4時も、とにかく針が、本当？あ、そこそこ、今から変わろうってしてる時のっていうことよね。だからもう10、それこそ9時ぐらいからよね。そうよ、そうよ。でも、だからそこらの説明、この間聞いた説明が、私一瞬説明聞きながら、あれと思ったよね。わからない。だから、結果的には、私が言ってる説明はおかしくないけど、あの、中の機械の話は違うって話ね。わかりました。よく分かってないということがよく分かりました。くらいの間ってもう本当はあのカレンダーを動かさない方がいいので、単針短い針をあの6時に合わせておくと。なんか長針はあまり関係ないというので、あの単針をあの6時の方に合わせておいてカレンダーをあの早送りするという説明があの一番正しいのではないかと。東京亀井戸泉谷泉谷七店の出雲大さん、私が時計指南をあのいつも教授あの教えていただいている、出雲さんからブログにまるでツイッターのつぶやきのようにあのコメントをいただきました。ですから、まあ、最終的にはあの6時私がもう大体6時半にあのしてカレンダー早送りしてるっていうのは正しいんですけど、中 の, あの機械の構造でというのとは説明がちょっとあの違うのではないかと。ということで、今ご指摘を受けました。3000円預かりでも、そこは違うって指摘受けようちゃうけどうるさいじゃないですか。とりあえずね、その針を下げとかないかんというのは確か、はい、違うよ、一言入ってたんだけどさ、え、どこが違うと思った、一言そう、一言違うやろだからあの
人のブログでツイッターのようなつぶやきをするのやめてください。さっきお電話ありがとうございます。春松先生です。あ、はい、うんないない、うんうん、ていうかそれコメントに入れてくれればいいのに、あなたが入れてくれたらいいのに、私の説明だから、ただ違うやろって一言だけ入れられても、うんうんうん、てかが入れてくるまで全然興味なかった、うんうん、はい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 、分かった。じゃあ分かった。第2弾ネジの巻き方のもっと詳しい話をじゃあ今度また入れますね。じゃあうんうん、それ言っとかねえかんもね。確かにちょっと、説明がちょっとアパートすぎましたので、ていうか違うやろって一言じゃ困る。ちょっと、とりあえずちょっと今星さんと見ようけ、うん、じゃあね、もっと違うやろってツッコミが入っとっちゃうけど、あのね、要はこのことがちょっと違うやろって言われるみたい。私がさ、そこの部分がいっぱいこう本堂剣かむっちゃろうねみたいなことは言ったよね、はい、私なんでその理由じゃないって言ってからごめん、私もさ細かいことは分からんって、とにかく針をその下に下げとくわ、これ正解だよ、はい、理由は違うと、師匠から違うやろってツッコミが入ってますじゃあ説明を入れてくれって今私が言っちゃうけど、なんかとにかくその噛む時間なんだって、その 日付が変更する、だけど本当はね、正しく言ったら時間がとカレンダーが変わるねだけ12時の前後4時間だけ8時から4時の間にカレンダーの早送りをするなって言っちゃう、普通、うん、12時から4時っていう説明はなくなったと思います。思い出したっちゃうけど、うん、カレンダーが変わるね、カレンダーが変わる前後、確かそれが正しいこと説明と思っちゃうね。だけどとにかく針を下げとくというのは正しいという、その動作としては、うん、確かにカレンダーが変わる4時ね、だけ10時10分のこのね、この間にその間に変えないようにって言っちゃうね、うん、そうカレンダーが変わる、ごめん、詳しい説明の理由はちょっと違うけど、とにかくそのカレンダーの早送りは針を下に下げとけと、それは正しいと、お願いけど、人のブログでつぶやくようなコメント入れるのやめてって言ったんだけど、説明を入れてくれって。で、なんかクラークさんはこういつもなんか私が優しく説明しようところしか見てないけ、自分もレッスンを受けたいって言うんだけど、むちゃくちゃ私が鬼のように怒りるところは撮影されるけんね。いっぺん鬼のようなら私の時に一緒に対面してみてくださいって言うといいよ。ビビりますよみたいな。どう私がスイッチ入った時今度映した方がいいからそれ。こういう普通の時、常温の時の私しかダサいや、普通、うん、沸騰した時の私はとても手つけられんよね。うん、とりあえずほら、この画面でしか知らんお二人は、池田さんもクラークさんも、うん、なんかいいなって思いちゃうんだよ。その顔ちょっと本当は入れた、そっち本当に直接教授受け、私から直接笑ってる、ヨーラ君が今ヘキヘキした顔してます。いや、だけエモだよね。いやいや、これに耐えられるけエモだよ。安くて便利な春。
北豊線春町駅より徒歩1分、春町質店。